はい、この曲はですね、僕小学校3年生の時にレコード大賞で最後までジュディ・オングさんとこの曲で争ってたのがすごくあってですね、とても思い入れのある大好きな曲だったんですけれども、それだけに佐藤宗明さんの優しい柔らかい歌い方、にするように、努力したつもりですけれども、柔らかく歌うことをよく考えて歌いました。そうですね、やっぱりみんな途中から入ってくるハーモニーもなんですけれども、それぞれがみんな優しく柔らかく歌ってきたんで、そのハーモニーの調和もぜひ楽しんでいただけたらなと思います。